どのタイミングでじゃなくて、自分が社長をやった時から従業員の将来のこととか資産はどうなるとかいうことがもう預言者のように言えるような社長にならないとダメってことだよ。熱血コンサル基礎産業。この度基礎産業では2024年3月にカフェをオープンします。新しくオープンするカフェで一緒に働いてくれる店長とスタッフを大大大募集します。ご応募は概要欄からお願いします。カフェやるぞ。帝国データバンクのレポートで後継者難倒産が初の500件超えということで、2023年の累計件数が11月時点で509件となっているということで、倒産に至った理由として一番多いのが販売不振ということだったんですけども、今後さらに後継者不足で厳しくなってくる会社が増えるということが予想される中で、今の経営者で販売不振が続いている会社でもこのようなポイントがあればまだ救えるという部分があるのはどういったポイントなんでしょうか。なかなか難しい質問するね。なんかどうやったらなんか死人を生き返せれるような魔法があるんですかみたいな質問だね。なんでかわかる？これ後継者不足の会社の社長ってやっぱ決定的に足りないものがあるんだよね。活動量なんだよ。だから早くその組織をでかくしとかないといけないんだよ。一人ビジネス100カーの人は二通りの方向しかないんだね。組織をでかくするか、要はそのもうどっかでね、稼ぎ倒して。でもう100カーで逃げるか。どっちかしかない。資産残してね、投資家として生きていこうか。どっちかしかない。でもそんな感じでなんか親から引き継いだ会社をね、こうのんべんだらりと経営してさ、年商が一つも上向かないと。そのまま自分が年取っていくんだよ。まあ、年取ってきたらやっぱりそのどんどん自分のところがね、かつての能力っていうのを維持できなくなって、で後継者がいないからそのまま破綻するっていうパターンだよね。まあ、この間なんかこれちょっと有料動画で話したのかな。我らが水害と渋滞の町三原市が誇る脳外科があったんだよな。そこの社長が売却しちゃったんだよな、ある病院に。そこすごい病院だったんだよ。一気をやったんだけど、やっぱ良くなくってね、売却したんだよな。どうしてだと思う？みんな脳外科なんて壊ってからものすごい高度な手術するわけじゃんか。こんな70超えてきてからできるみたいな話で、俺はできるって思ってんだよ。だけど頭開いて見てもらうのに70の人がプルプルって言いながらやりおるのに任せられるみたいな問題って絶対あるけね。そしたらそんなのよりも若手の人とかね、設備がしっかりしとるような病院に行きたいと思うじゃん。それと一緒だよね。やっぱりその若い人に任せられるような体制を作ってないからなんだと思うよ。まああえて言うならば、動かせられる手足になる人を、後継予定者を見つけるってことかな。1円で譲って、まあもしくはうちみたいな会社に相談するかってことかな、だと思う。この間もまあコンサル自体で非常に多い相談だなこれ。今あんまり現場出てないんだけど、俺もよくあるよ。社長がね80ぐらいなんだよ。もう全然営業できないの、ね、だけど社長なんだよ。で後継予定者っていうのがちゃんといてね、その人が一生懸命営業するんだけど、その前の社長の負債がきつくてね、返済できなくてみたいな。だから分けろってよく言う。分けてからこっち破産させろって言うんだけど、それが決断できずにずるずる共倒れになるみたいなね、ケースが結構あるよね。それと同じことなんだろうというふうに。だからやっぱり今の社長がやっぱ後継者がいなくて売上が不振っていうことであれば、やっぱり売上が立つようなところにグループに入るか、やっぱりそういう人を入れるかで、自分の持っとる顧客を引き継いでいくって、引き継いでいきながら自分がその人にできないことをだけをやってあげるってね。例えば経理とかそんなできないだろうからね。だからそういうふうなところをこう見ながら、やっぱりこう規模をちょっとでも大きくしながら、まあ売上不振っていうのを解決するっていう方法しかないんかなというふうには思いますよね。後継者不足の会社で、まあ今業績が良くないっていう会社でも、例えば業歴がある程度こう30年とか50年とかっていうところがもしあったとすると、時代によってはいい時代もまあ必ずあったと
いうところかなと思うんですけども、そこからまあ下り坂になっていったっていう場合は、どの時点でまあ他の会社に譲るとか、まあその一部、まあリストでも買ってもらうのかっていうところを検討したらよかったのでしょうか。いや、やっぱりもうその年齢だよ、年齢。まさしももう60歳ぐらいにはこうありたいっていうプランがあるもんな。よくエグジットプランってやつだね。俺の場合は運がいいことに旗揚げした時から後継者がいたからね。だからその時にやっぱりそのお前は将来こうなるっていうことを預言者になれるような社長にならないといけなかったっていうのが問題なんだよこれ。どのタイミングでじゃなくて自分が社長をやった時から従業員の将来のこととか資産はどうなるとかいうことがもう預言者のように言えるような社長にならないとダメってことよ。自分の会社のことしか言わないんだよね。儲かってる会社の社長でも。あ、もう財務バカなんだよ。ほんま思うわ。いつも。いい会社の社長でも悪い会社の社長でも一緒これ。悪い会社の社長でも自分の会社どうなったら良くなるんですか、山本先生みたいな。で、いい会社の社長は俺はこんなにいい会社なんだっていうこと言うけど。だけど、従業員の給料なんてこんなぐらいでいいとかね。同業他社平均と比べてこうだからみたいなこと。平気で言うやつらばっかりなんだよな。だから逆に言うと、20億の会社だったら例えば50億売ってさ、そのためには自分らの給料、規模をこのぐらいにして、社員の給料の一人頭の給料をこのぐらいにして、その時にはお前はこういう資産があってっていうことを預言者のように言えるような社長にならないといけない。というふうに思う。これは俺の言葉じゃないんだな。これグループコンサル生は聞いてみて、もう超有名なコンサル、伝説のコンサルっていう人がいるんだ。これがね、もうみんなも知っとるね、あのきっちゃな絵を描く人がおるのよ。そこのプロデュースをする会社の社長もやってるんで、もうきっちゃな絵なんだよ。ほんと某地球がテレビを救うっていうような番組あるで、あっこに奉納したようなね人がいるの。こういう人をプロデュースする会社の社長が某コンサル会社で伝説のコンサルと言われてた人よ。で、実はちょっと交流があるんだな、まさしが。この人のその会社を立ち上げた時のことっていうのを俺も今でも覚えてて、で俺もこれは徹底的に今でもやってる。だからうちの会社に勢いがあるんだよ。すごいから、まだ売上0円の時よ。再来年お前は1000万になるとか、年収が。その次の年はお前が1000万になって、お前の年収はこの前の1000万の人は1500万になると。その次の年にはこうなる。で、5年後にはこういう風になる。だから俺についてきてくれって言っちゃった。ほんまに、その時俺ボヤーンと聞いとったんだけど、今ものすっげえ痛いほどわかるわ。もう今うちもトリプル10プロジェクトいうのを掲げててね。まあグループ年商10億円。チャンネル登録者10万人。それとあと社員の平均年収を1000万まで持ってくっていう。1000万まで持っていくために、じゃあこういう仕事をこの社員にやらせる。このポジションにいるためにお前こういうふうなポジションになる。こういう仕事をやってもらうから、健康状態はこうなってほしいとか、こういうことをお前ちょっと大丈夫かみたいなこと、一人一人に対して言えるように社長と専務にお願いしとる俺は。そこからなんか問題があったことを俺が聞いとるんだけどね。だから逆にそういう風な社長にならないとダメなんだよ。厚みがある勉強量を持っとるような社長になってほしいってことが言いたい。それ多少ブレたところでからもう守ってあげれるような、ね、会社の社長になってくれってことだよ。そのためには土俵の真ん中で相撲を取らないとダメ。土俵の真ん中で相撲を取るとはどういうことですか。よく言うこう自中っていうんかな、自流に乗ってる部分のこのもうそのど真ん中の時にどれだけ勉強するかよ。勉強するだけじゃなくて、それをやっぱりこうどういうふうに従業員に展開していくかっていうことだろうと思う。だから相談できる相手、やっぱり戦術を確認する時間っていうところが非常に必要だと思っておりまして、うちの会社はグループコンサルというのをやってるんですね。こういう目的があってね、もう俺がコンサル費高いんですよ。もうぶっちゃけビビったもん俺自分で。今お金やってないのね、まさしがね、会長職だから。まあ、大体秘書とか事務局にやってもらったりするんだけどね。安くやってあげたいんだけどね。できないから、それをみんなに分担してもらうということをやってます。毎月1万2000円かかるんですけども、大体まあ10分から15分ぐらいかな。僕とお話をしてます。資金調達にかかるテーマっていうのは非常に多くて、10人1組のクラスと5人1組のクラスが、まあ秒で埋まるんですよね。これやっぱり一番すごく多くて。で、あとまあ経営改善とか、まあ人の問題とかそういうようなところの相談、一般経営相談と、あとまあ予支運用とかね、相続の問題であるとか。
そういったようなことで、まあ、大体6つのテーマっていうのがあって、全部見て回ることができます。100社ぐらい参加いただいてるんですけど、200社ぐらいまでやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。それと別にですね、やっぱり自分ところの資金繰りがしんどいってとこを人に見られたくないとかね、やっぱ資金調達どうしてもしないといけないと、資金繰りがしんどいとかね、まあそういった方のために個別指導コースというのを設けております。これ何がいいんかというと、30分ぐらいでだいたい4万8000円いただいてるんですけどね、このメリットは何かというと、僕は決済者なんですね。うちは自社金融やってるので、この内容を見てからここをこうしよう、足をみたいなことがその場で言えて、結構即効性のある解決っていうところまで持っていけるので、まあ、非常に有意義な時間が過ごせると思っております。こちらがね、30社ぐらいいて50社ぐらいまでやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。そうは言ってもね、まあ、今やっぱり無料の範囲内でたちまち話を聞いてほしいとかね、今資金繰りが急いでてとかね、そういったような方いらっしゃいましたら、この上の電話番号か概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしくお願いします。会社の資金繰り、資金調達でお悩みの方、補助金、助成金申請のサポートが必要な方、バックオフィスを任せて本業に集中したい方、お金の悩みは誰しもが持ってる悩みで必ず解決できる問題です。ご連絡お待ちしています。